皆様お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は日本が見せた勇敢と信頼感、100年前の日本人の素養の素晴らしさをお送りします。ためになったと思った人はチャンネル登録していただけると幸せです。今から100年以上前、日本人の鏡とも言われた一人の男性がいました。幕末の会津生まれで、大正時代には日本陸軍の大将を務めた男性の名は芝五郎中佐。彼は日清戦争、日露戦争をはじめ大日本帝国が経験した多くの戦争に出征し、外交では日英同盟の締結にも寄与するなど、軍人として大変高い評価を受けた人物になります。彼の功績について詳しくご紹介します。1900年に起きた義和団の乱は、支那大陸で起きた北京の各国公使館が襲撃された事件です。清が日清戦争に敗れて以降、その勢力は衰退。同じ頃、欧米列強が中国大陸に進出してきたことから、義和圏という憲法を治めた集団が暴徒化したため、それを各国の連合軍が鎮圧した事件になります。この時のスローガンは、不清滅洋、清国を助け、西洋を滅ぼすでした。清国の首都、北京にある公使館街には、各国公使館が集合していました。北京を目指した義和団は、各地で、外国人やキリスト教徒を惨殺して進み、いよいよ公使館に迫ったその時です。清国は各公使館から義和団を鎮圧するよう指示され、電信外交のダークに停泊中の各国海軍陸戦隊に派遣を要請することに。しかし、清国政府はその指示を受け流し、義和団と共に北京公使館街を攻めてきたのです。清国官兵の役割は治安維持。それが貴族である義和団と手を組んで各国の公使館を攻めるなど、本来ならありえないことです。つまり、この頃の支那大陸に国としての機能はなく、悪がまかり通る環境だったと言えます。この清国の指揮を取っていたのは、世紀の悪女と言わしめた清太后でした。その後、各国公使館は第二次派兵を要請し、各国公使部官代表を集め防衛計画を実行することになります。その席に日本代表として出席した人こそが芝五郎中佐と原海軍大尉でした。会議冒頭、芝中佐は各国の代表の意見を慎重に聞きながら会議の行方を見守ります。そしていい意見に対して結構ですな、セシボンと称賛することで、ヒントを与えながら、いい計画が立てられるようにと会議を誘導してみせたのです。芝中佐の見事な計らいですね。当時、日本は、まだまだ、欧米から列強として認められていませんでした。そのため、芝中佐は、自分が中心になることで、欧米の機嫌を損ねるのは避けたいと考えたのです。その後間もなくして、清国、義和団の一斉攻撃が始まりました。義和団が攻撃を仕掛けるも、列強の将兵に銃殺されてしまいます。義和団はそれを見て激怒し、中国人のキリスト教に押し込み、教民を惨殺。怒号が飛び交う中、女、子供の悲鳴が公使館まで響き渡りました。それを聞いた20名ものイギリス兵が、教民を救出に向かい、約504名の教民をイギリス公使館に連れてきますが、これだけの人数を収容できるスペースはありません。そこで、イギリス公使マクドナルドから相談を受けた芝中佐が提案したのは、公使館外にあり、5000坪もある宿新農夫でした。もともと、宿新農が日本の近代化政策を高く評価していたこともあって、芝中佐が訳して話したところ、快諾してくれたのです。日清戦争での日本人の秩序を保つ姿勢をしっかりと理解していた中国人は、とても協力的だったそうです。そんな中、
公使館街に流れ込んできた清国軍。ここでイギリス人公使のマクドナルドがイタリア、フランス、オーストリア、ドイツの兵士に命じたのは蓄心農夫を守ることでした。しかしこの蓄心農夫が重要な拠点であることがわからなかった兵士たちは蓄心農夫の広大さに驚き、無理だと言い放ち、再び公使館に戻ることに。そんな時、公使館外で最大のイギリス公使館に穴が開けられる事件が発生します。ここにいた多くの婦女子や負傷兵を守るため、芝中佐は安藤隊員以下8名にイギリス公使館に救援に向かうよう指示を出します。広大な蓄心農夫を守るのにも少なすぎる将兵をイギリス公使館への救援に送ったのです。しかし安藤隊員以下8名は20名ほどの清国兵をあっという間に切りつけます。強いなんていう次元ではありません。この時の戦いを目の当たりにした兵士や婦女子は日本兵士を称賛しました。その戦場の様子を見たピーター・フレミングは日記でこのようなことを記しています。戦略上の最重要地点であるオーオフでは、日本兵が守備のバックボーンであり頭脳。日本軍を指揮した芝中佐は誰よりも勇敢であり、その経験は豊富。誰からも好かれ尊敬される人だった。当時欧米人と日本人が付き合うことはごく稀だったが、この籠城をきっかけに変わってきた。皆が日本人こそが模範生として見るようになったのだ。籠城に関する数多い記録の中で一言の非難も浴びていないのは日本人だけである。日本軍兵士の素晴らしいところはこれだけではありません。避難していた各国の婦女子が落ち込んでいる時、彼女たちを励まし続けたのも日本軍兵士でした。日常的に殺戮の現場の中にいる女性や子供が不安になることは全くおかしいことではありません。その状況を打破し、彼女らを支えたのは日本軍兵士の優しい笑顔とおどけた格好でした。そんなことから日本軍兵士のファンになる女性は各国に大勢いたのです。やがて救援部隊が北京に到着したことで終結するこの義和団の乱ですが、救援部隊の数はおよそ1万6000、その約半数は日本軍でした。そして各国指揮官が集まった会議の場で、イギリス公使マクドナルドが籠城の経緯について説明した後、こう告げたのです。北京籠城の功績の半ばは特に勇敢な日本将兵に返すべきものである。芝中佐はこの言葉を日本軍将、そして日本人住民に伝えます。聞いた人全員がおえつを漏らしながら泣きました。日本を見下していたと感じていた欧米列強に日本人の優秀さを認めさせたのです。その後各国の占領統治が始まり、略奪強盗が多発します。しかし芝中佐が指揮を取る日本の占領地ではそれらは一切認められなかったため、これにも各国の将兵は驚愕することとなりました。この噂が広まって各国の占領地の住民が日本占領地へと移り住んできたのです。反日は日本が行ったのは侵略戦争だと主張しますが、何をもって侵略なのかちゃんと考えればわかるはずのことです。どんなに歪めても史実は一つしかないのです。そしてこの優秀さと信頼度の高さによって、日本は世界最強の国イギリスと同盟を結んだのです。イギリスはそれまで栄光の孤立を誇りに、どんなことがあろうと他国と同盟を結ぶことはありませんでした。しかしこの義和団の乱で見せた日本人の優秀さと信頼感はイギリス公使のマクドナルドによって本国へ伝えられたのです。芝中佐は称賛の的となり、その欧米各国で様々な賞を受賞します。その受賞経歴は以下の通りです。イタリアエマヌエル皇帝より
北京道場の功によってサンラザール三等勲章を受賞。フランス、ルベイ大統領より金の鎖付きの金時計を受賞。スペイン、皇帝より武功赤十字二等勲章を受賞。ベルギー、皇帝より彰子と武功勲章を受賞。ロシア、ニコライ二世よりアンナ二等勲章を受賞。日本、明治天皇より天守勲章を受賞。芝中佐の北京牢城での役割は広く知られることとなり、コロネル芝の愛称でヨーロッパで最も知名度の高い日本人となりました。この史実を知っている日本人がどれだけいるでしょうか。教科書に載っておらず、授業で習わないことに関しては全く知らないという国民が大多数だと思いますが、同じ日本人としてこのような素晴らしい行いをした人がいたという事実は知っておくべきですし、誇りに思えることだと思います。偉大な先人たちが積み上げてきた功績を潰すことのないよう、今を生きる我々が世界に恥じない行動をとっていくことが求められますね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。